株式会社資生堂パーラーは、資生堂の子会社で、洋食、喫茶店の運営や洋菓子の販売を行う企業、またそのチェーンの名称。本社は、東京都中央区。花椿ビスケット、資生堂パーラーの名称での直営喫茶店の運営、別ブランドでのフランス料理店、カフェの運営が有名。その他、主に全国の百貨店や高級スーパーに向けに、 洋菓子やレトルト食品の製造、卸売を行っており、その関係で埼玉県春日部市に直営の菓子工場を東京都足立区に物流センターを持つほか大阪市、福岡市に営業所を高松市に出張所を置いている。1902年東京、銀座の資生堂を薬局内に開設された資生堂ソーダファウンテンが起源である。これは 資生堂創業者の福原有信が1900年の欧米視察からの帰国後にアメリカのドラッグストアを模して設けたもので当時の日本ではまだ珍しかったアイスクリームやソーダ水を供し人気を博した福原有信はソーダ水製造機はもとよりコップやストローに至るまでアメリカから輸入し本物志向に徹した1928年 資生堂アイスクリームパーラーと解消し、本格的な洋食レストランを開業した。1931年、三代目総料理長、高石英之助により、今に続く看板メニュー、ミートクロケットが考案される。他の人気メニューには、チキンライス、カレーライス、ハヤシライス、オムライス、コンソメスープなどがあり、モボモ橋歌舞伎役者、 作家など多くの文化人から悲劇にされた。いわゆる昔からの上流階級を顧客に持ち、成功率の高いお見合いの名所としても知られている。資生堂パーラーとしては、現在銀座本店のほか以下の店舗を展開している。ありがとうございます。